ホグジラあるいはホジラはアメリカ・ジョージア州で射殺された巨大なイノブタ。ホグジラという名前は英語で豚を意味するホックとゴジラを合わせたもの。メガホックとも呼ばれる。2004年6月17日、ジョージア州南部のリバーオーク農園の狩猟ガイドクリス・グリフィンが農園内での漁の帰りに巨大な動物に襲われ、猟銃で射殺したところ巨大な豚であることが分かった。 その後この豚にホグジラと名前が付けられた。グリフィンは射殺後すぐ農園主の健捕領区と共にホグジラを焼却処分し埋葬した。グリフィンは殺したホグジラを吊るし上げた写真を公開したが目撃者が少なかったことやあまりにも信じがたいほどの大きさだったために合成写真ではないかとも言われた。グリフィンによるとホグジラは体長約点七メートル。 体重約5 0 0ラム、牙の長さは2 3トルあったという。2004年11月20日に、ナショナルジオグラフィックチャンネルで放送された番組、ホグジラ、巨大、豚伝説の真実で、ホグジラの死体を掘り返して調査が行われた。その結果、ホグジラの実際の体長は2 5メートル以下で、牙は1 0トル以上と判明した。さらに、 DNA 鑑定によりハンプシャー種の豚とイノシシの根血であることが分かった。そして、ホグジラは、トンシャを逃げ出したものが野生化して先祖返りしたもので、巨大化したのは近くにある養殖魚用の配合飼料を摂取していたためと結論付けされた。ところが、農園主のホリオークは、この番組での調査結果に異議を唱えた。 自分が測定した時は重さは約4 0 0ラム、体長は3.6メートルあって番組で調査したホグジラの死体は縮んでいたと主張したのである。この番組は2005年8月8日の世界丸見え、テレビ特捜部で紹介されている。ありがとうございます。